この紹介です。マサです、今回ですけども、またまたまたしても、ポコロンダンジョンズから企業案件の依頼が来ました。ありがとうございます。よっしゃ。やりました。で、前回なんですけども、フェアリーテールコラボしてたと思うんですけども、今、なんとですね、マギコラボしてるんですよ。まあ、俺はフェアリーテールもめちゃくちゃ好きやけど、マギも見てますから、シンドバッド愛してますから、かなりマギ好きなんで、まあ、今回の話ね、かなり嬉しかったです。で、皆さんにもね、マギの魅力をお伝えしたいんで、前回同様に、マギの、全巻セットを買ってきてます。はい、こんな感じで、マギね、1巻から29巻まで買ってきてます。これを今回は、とりあえず7セットプレゼントするんですけども、マギコラボが来てて、マギのキャラクターは6種類いるんですね。だから1種類出るごとに1セットずつ追加で最大13セットを皆さんにプレゼントしたいなというふうに思います。で、早速マギコラボのポコダンやっていきたいと思います。はい、やっていきたいと思います。マギコラボ見てください。これモアイ像がちょっとなんかマギっぽくなっとるぞ。マギアラジンや。お、え、ウーゴくんほんまや。ちょっとダサいな、アラジン。おぉ、やっぱかっこいい。シンドバッドかっこよすぎや。かっこよすぎやろ。シンドバッドもうすでに星6や。確かに。アリババ。まあまあイケメンですけど。星5。あ、おぉ、声。かっこいいけどな。おぉ、連公演や。第一王子やからな、これ。でもこの辺は星4ですね。だ星3はアラジンとシンドバッドとアリババ。あ、ティトスも来とんや。まあだからアラジン、シンドバッド、アリババ狙い。シンドバッドが一番そら。いや、やばいやろ、それ。レア度的にな。原作の中でもシンドバッドってマジ最強やから。まあ最強キャラクターやな。じゃあ行きますか。今回も30連ですね。全部出たら最強と。全部出たらやばいな。行きます。絶対確定やもん、これ時点で。じゃあこれで1セット増えるね。もう。うわ、炎や。ダサすぎやろ、これ。アラジン仕様のモアやばいな。ダサいな。うん。いきます。でも雨降ってないからドン。え、お、あーっ、あーこれはぞ。うわー、でもまあコラボキャラが出たら違う違う。ラム激安。おお、公園公園公園。男前やな、これも星5で目ぐらいで。確かにな、見た目的に第一王子の剣。いや、かっこいいわ、あれ公園は。攻撃来ない。違う、公園かぶるやん。来い。おっしゃー、オッケー、攻撃でかい。順調やろ。そうやな、これ順調やな。あー、来い。まあこれでとりあえず2種類出たんで2セット追加。じゃあ次マイさん行くか。引かせていただきます。おお、ウトラメン。これ来たんじゃん。来たね。え、これ大体多分星5。星5確定ではないか。確定じゃないけど出やすいやろ。来い。うわー、来たー。虹来い。さすが。来い。1個か。え、でも1個大体来るで。これはもう大体。誰やねん、誰これ誰これ。めっちゃ漫画に出てきそうやな。おー、来た。え、こんなんある今。演出やばい。え、アリババ。アリバーちゃん来たな。アモンの剣。俺たちは友達だろ。アモンはもうほんま一番最初やからな。まあ攻撃全然高いキャラですよね、アモンは。ここでもう一回。誰や。でも強そう。アーサー絶対強いよこれ。絶対強いな、アーサーは。全ての敵やもんこれ、スキル。でもコラボじゃないから今はあれやな。ティトス頼む。あー、おい、バシャー。そう、頼む、ティトス来い。おお、うわー。マジで3体でやばない。そんなことある。シンドバッドとアリババってことはもうアラジンだけ。アラジンとあとあれやん、星とティトス。ティトスと出てへんねん。だけやな、周囲24マス、ほぼもう全マスみたいな、うん、チェイスより強っ。全ての敵に、うん、めっちゃ強い。しかも5でやば。出しましたね。神引きですね。いや、神引きやな、完全に神引き。しかも金からの虹はめっちゃ偉い。2回しかも来た、うん、おっしゃ。あー、これ確定です。ほぼほぼ。いやー、もう8割これ来い。虹、うわ。いや、でもこれあるから。あるやあるやあるや。頼む頼む頼む。よーし、オッケー。もうほぼコンベで変われば。虹来い。変わって変わって。フレフレ。うわー、あマジ。いやー、あれだ、クローム。あー、この演出めっちゃいいわ。虹来い。ラスト頼む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 。わっ、虹来い。あー、まあ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 、でも今回は完璧したから、舞さんが。いや、たらやばい。というわけで、6種類中5種類出たんで、5セット追加で。さあ、じゃあ次はパーティー見てみましょうか。はい、一応まあ軽く育てました。かっこいい、シンドバッド見て。え、これかっこよすぎへん。やっば、マスオフォカロル。かっこよすぎやろこれ。レベル1やん、これ。なんで、でも能力レベルマックスの能力じゃないこれ。これ多分ね、テスト端末なんでレベル1やけど、なんか能力マックスになってますよ。そうやな。シンドバッドやばいやろこれ。 100% しびれさせるこれ。見て、これはかっこよすぎるで。やば、 100% フロア全え2つあるで。どっちも前半やん。え、回復やん、しかも。どっちも回復やん。こいつ怪物やん、マジで。強すぎやろ。アラジン、おった。うわ、うわ、あ、かっこいい。アモンや。あともう一人は、これ使うか。シンドバッド、バールのシンドバッドで2種類おる。2種類おるっぽいな。これコンボやん。
しびれ状態の時にダメージ2倍やから。ほんまや。シンドバッドでしびれさせてからこのバールバージョンで2倍ダメージ。こいつも両方全てやる。店員強盗なので。シンドバッドちょっと怪物すぎひんか、これちょっと。やばいな、シンドバッド。ちなみに、パンチ見ますか。かっこいいね。いかついな。これ強いや、キル。強っ。キーや。極端ダメージ。あ、ダメージ 50% かけど吹き飛ばし。でもこれ、ポコロ80やからめっちゃ軽いな。軽いな。うん、かなり強いですね、スキル的には。はい、じゃあこのパーティーで行きたいと思います。はい、今回ですけども、ジュダル行きたいと思います。頂上切ったのかい。はい、とりあえずフレンドですけども、俺の大好きなモルジアナ借りようと思います。可愛いですね。アーティやばいやろこれ。強すぎやろ。絶対負けんやろこんなん。おっしゃ、行くでー。うわ、いかつ。かっこよすぎやろ。シンドバッド2体はちょっとやばいな。最高のロマンやな。俺だ、全体攻撃やろ。おい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 。そうやな、頂上切強いからな。ほら、うわ、強っ。てかこの主人公の武器自体がもう全体攻撃やわ多分。そこもめっちゃいけるやん。うわ、これ贅沢やな。これコンボ最高です。いっちゃいましょう。全体攻撃ドーン、レベル1。ほい、ここは死んだかった。うわ強っ。一番来た。え、うわシンドバッドやべえ、マジで天罰みたいな。2万食らした敵に金の羽めっちゃもらえるやつやん。これいっちゃいましょう。このパーティーやばい。ありがとうございます。え、うわ敵、敵とかあるそれ。え、こんなんあるんや今。マジかよ。ほい、こいつ強いでしょ。一時くらいなかなかやるじゃないか。バカ野郎。よいしょ。ほい、オッケー。落ちろ落ちろ。あんまりコンボ組めへん。ちょっと解きますかこれ。よいしょ。でもアイテム落ちるなんてやな今。確かにな、うん、昔そんなんじゃなかったもんな。なかったな。ここでも進化してますな。いやすごい進化やで、ほんまに。いやおもろいわ。ほいほいほい。シンドバッドやっぱかっこいいなこれ。まあとどめでしょうねこれで。はい、終わりました。いっちゃいましょう。先クラッシュもんな。ドーン、強っ。よっと、ほら、いや天罰やべえわ。天罰かっこいいな。強すぎ。はい、もう着きましたよ。着きましたね。デデン。うわかっこいいね。ミドちゃんにかけて戦う理由があんのかよ。まあ最初ですけども、例えば近づ、いや近づかん方がいいんちゃうこいつ。いやいや、ボコボコ行ったろうぜ。しびれ単に行ったっていいんちゃうかな。もうな、攻撃 1.75 倍しましょうか。とりあえずいきますね。 1.75 倍、モルジアラパワードーンからの、いきましょうか。ウゴくん、ウゴくん行っちゃって。おい、やけどしたんちゃうこいつ。やけどしたな、微妙やな。つなぎ上行った方がいいんちゃう。こうやな、そこやな。行きましょう。攻めますよ。まあでも 1.5 倍かかってるんで、ここでもう、あ、メインシビタケは敵。まあここでどれぐらい減るかですね。で、次のターンにしびれ食らわしてからの2倍ダメージ。そうやな、どれぐらい食らわしてるの。うおお、え、4万火薬。あ、やけどやろ。あ、4万ダメージか。いきます。 100% しびれとかやばすぎる。 100% はでかいですよ。これ重いな。ほえめっちゃ強いやん。いくで。え、これやばいやろ。もう買ってまうんじゃん、これ一発で。これやばいな。シドバットの下座だ。うわえエイセブ。うわミスった。ミスったけど8万8万くれた。怪物かよほんま。これ吹き飛ばしやからやった方がいいかな。やめ、やっとったれ。ではこれでアリババパワードーン。2万強いな。おい、早く。おほとんど、え、俺はこの世界のマギだ。うわ、なんか進化者っぽいぞ。ただあいつしびれとるから何もできんやん。近づこうか。とりあえず雷攻撃使えるから。ほい、よいしょ。ミス。お、なんか敵出た。うわ来た。え、やめろ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 。結構強いやん。もう攻める。いらんやつそれ減らしていこう。ほい、しびれめっちゃ強ない。強い。4万円しかも火傷で。行こうか。あーいった、もうこれ買ったんじゃん。うん、叩きますよ。うーお、頼むぞ。とりあえずどういくかやけど、こうやな。そうやな、いきます。はい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 。まあこれでほとんどもう行ったり行ったり行ったり。よいしょ、雑魚倒しこれで。うわ、よし、いけ、決めろ。でもやっぱなかなかで強いね、やっぱ。うん、エイシビ高いな。しびれ解除しやがって。え、うわ4500。いったん、いいよ。必殺の誰が溜まるって、それと。無理、全然溜まってん。これまずいぞ。ちょっと待って。いや、雷がいっぱいあるから。え、うぅ、何これ、何これ。おい、おお、待て待て。えぇ、え、毒状態だって。やめやめ。雷属性が多いから、雷を。雷やな、雷やな。入れたら、え、やめやめろ、こいつ。おお、ケミス、シュ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 。雷が多いから、とりあえず、これ、イライラの消した方がいい。消した方がいいな。え、雷振ってこい。おお、雷結構あれで。結構こいつ行動多いな。え、やばい、やばい、死ぬで。え、やばいやばい。無理やって。もうこれやろ。こうやろ。まあ、そうやな。いや、勝てる、分からんで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 。スキル、いや、分からんで、分からんで。ミスとかあるから、敵の攻撃も。スキル、スキル、おっ、いけ。うえぇ、ー、これでよし。おぉ、おぉ、エッジバック、エッジバック。おぉ、回復でかい、でかい、でかい、でかい。もっと走ろう。おし、
うわギリ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 、いけよいけよ、おし、お、しびれた、しびれた、強し、ゴチェンイクみたい、あそこそこやん、ここここ、ゴチェンイクみたい、雷落ち、お来た来た来た、お来た、あった買ったんじゃんこれ、ゴチェンイクなら雷落ちて、ほら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 、敵めっちゃ強いな、このパーティーでこれだから、え一脈でかい、よっしゃー、ゆうかくん、行って、もう一丁、よし、しびれた、あーもう、赤でちょっと食らしてんじゃん、赤、あ、そういうこと、行った行った、次きつい次、全然、全然食らってん、え、よいしょ、いや、いける、ほっ、うわ、どうだ、やばい、もう、あ、落ちない、こうか、そうやな、こうで、ただこれ、折れへん、こうで、そうや、え、消防員、やばい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 、あー、ミス、でもこれ、赤で、赤やな、5点、OK、5点、これ、倒したんじゃん、倒した、いける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 、これ、いけるぞ、いけ、決めろ、倒した、いけ、届いてない。くぅ。いや、うおぉ !HP140 に残ってこれ、でも、もう奇跡やって。しんどかったらかける。かけようか。しょぼい、え待って。おぉよーし、うおよしよしよし、これで。あ、5点おぉ、行くんじゃん、行きたっしょ、来た。え正義を勝つ、必ず勝つ、正義を勝つ、いけ、もう勝ったよ、えよーし、強かった、やばっ、さっきの超激戦やな。はい、こんな感じで、ポコダンプレイしたんですけども、このマギコラボ自体の、開催期間が3月3日から3月21日までとなってます。でその期間中だったらログイン者だけでモルジアナがもらえるんですよ。だから結構お得なんで、興味ある方はぜひ、プレイしてほしいなと思います。そしてね、最後に、プレゼント企画のお知らせなんですけども、ガチャの結果でマギの1巻から29巻までを12セットプレゼントしようと思うので、応募方法について、話しておきたいなと思います。まず1個目に、このチャンネルにチャンネル登録しておくということ、2つ目にポコロンダンジョンのダウンロードするということ、そして3つ目にコメント欄でマギ全巻欲しいですみたいなことのコメントをしておくということ、そして4つ目にメッセージのやり取りができるようにしておくということ、これが条件になります。そして期限ですけども、1週間後の僕の動画の最後で当選者発表しようと思うので、そちらの方ちゃんと、チェックしてほしいなと思います。結構多くの方にね、多分届くことになると思うんで、この機会に、まあ、もしね当たらなかった人も、マギとかポコダンのことを知ってもらえたらなというふうに思います。というわけで今回はこれで終わります。ありがとうございました。